復興とは何でしょうか。とっさに口をついて出た。私がここにいること。阿武隈省。私がここにいる。3月12日。2024。私は、双葉町の浅野年始に勤める19歳の女子社員。カフェで接客を担当し、訪れた皆さんを温かなコーヒーでもてなしています。館内では、糸を呼び合わせる機会が忙しく回る。今日も張り切って。無言の励ましを受けているよう、いわき市小名浜で生まれ育った。大きな揺れを忘れはしない。幼稚園の中にいた。逃げ出たお庭は割れ、水が噴き出していた。友達と泣きじゃくった。小学校の入学式は延期され、給食は出なかった。ふるさとのお役に立ちたいと思うようになったのは、いつ頃からだろう。この会社でなら、と選んだのが今の職場だ。今年初め、高校生の視察を受けた。同じ世代として説明役を任された。突然、質問が飛んだ。復興とは何でしょうか。とっさに口をついて出た。私がここにいること。この手で建物を作れるわけではない。でも、何かお手伝いはできる。不便を感じる時もあるけど、双葉で暮らし、働き続ける。決意は揺るがない女子社員の言葉は SNS を通じて全国に広がり、共感を呼んだ。今いる場所で踏ん張る県民176万人の思いを寄り合わせよう。太く強い復興の糸になる。さあ、14年目の明日へ。2024.32 震災、原発事故から13年。